ロジャーディーン、ロジャーディーン、ウィリアム・ラジャーディーン、1944年8月31日体は、イングランド出身の画家、イラストレーター、アートデザイナー、建築家、ヒップノシス、キーフと並び、多くのプログレッシブロックアルバムのアートワークを担当したことで、そのバンドのファンから親しまれているアートデザイナー、幻想的な作風を用いて、 色使いや惑星の描き方に東洋絵画風の要素が見られる。特にイエス関連の作品で知られ、リンのイラストが持つ透明で幻想的なグラフィックイメージがイエスの追求した音楽性をリスナーに歓喜させる力が強く、イエスもそれを高く評価して、一時はイエスの第6のメンバーとも言われた。詳細はイエスとの出会いを参照。 1944年、4人兄弟、弟、マーティン、妹、ペニー、妹、フィリッパの長男として、イングランドのケント州、アシュフォードに生まれる。父親が、イギリス軍のエンジニアであったため、キプロスや香港などを転々とする、幼年期、少年時代を過ごした。1959年になって一家がイギリスに戻ると、アシュフォードグラマースクールを経て、 母親が結婚前にカンタベリー州の芸術学校で服飾デザインを学んでいた影響からか、1961年、カンタベリー州の王立家具デザイン学校の3年校すり、そこで銀座区の加工と家具のデザインを学んだ。1965年、ロンドンの英国王立芸術大学、ロイヤルカレッジ・オブ・アートに入学し、デザインの国家免許を取得。1968年、 同校を卒業した後、工業デザイナーとして働き始める。1968年の改装に携わった関係で、ラノバンドのアルバム、ガン、放題、悪魔天国のカバーデザインを依頼され、それが好評であったため、以降、ジャケットデザインの仕事も手がけるようになった。アスゼム、シンフォニックピンクフロイドにおけるディーン自身のライナーノーツによれば、 ピンクフロイド在籍時のシュドバレットとアパートをシェアリングしていたという。1971年、イエスの4作目のアルバム、壊れ物のジャケットデザインを担当すると、商業的にも成功するイエスのアルバムジャケットの多くを手掛けるようになり、プログレッシブロックのファンの間における知名度が上がって、イエスのほか、ユーラやヒープや、ジェントルジャイアントのジャケットデザイン、 あるいはバージンレコードのロゴやレーベルのデザインなどを次々と手掛けていく。1970年代前半はイエスのステージセットにも携わっており、そのためツアーにも帯同することが多く、1973年3月の来日公演におけるイエスの記者会見では、当初イエスの専属カメラマンを装って会場に姿を現したが、目ざとい記者に見破られ、 メンバーと一緒にインタビューを受けさせられるハプニングが起きた。1976年にリリースされたジョン・アンダーソンのソロアルバムのジャケットは、ロジャー・ディーンがデザインを担当したイエスの壊れ物に描かれた絵が元になっており、実際にはサンヒロー・のオリアスのジャケットもロジャー・ディーンが手掛ける予定だったが、この時すでにロジャー・ディーンは初の個人合衆。 ビューズの作成に取り掛かっており、時間的な余裕がなかったため、知人のデイブローというイラストレーターに依頼したもので、ある。1975年、自身初の画集、ビューズをイギリスで出版。初のジャケットデザインを担当したガンのアルバムから、この時点での最新作であるスティーブ・ハウのソロアルバム、ビギニングスでを、その制作過程まで含めて収録している。 2009年に公開されたアメリカ映画アバターに登場する空中に浮かぶ岩、翼竜などの世界一巻がロジャーディーンの描いてきたものにそっくりであることを指摘する人が多いがロジャーディーンはこの映画には一切の関わりを持っていないロジャーディーン本人もそっくりであることを自身のホームページで言及しているイエスのアルバムジャケットのデザインを担当した経緯は2012年に リリースされたブルーレイおよび DVD ビデオイエスソングス40周年記念 HD ニューマスター版に特典映像として収録されたインタビュー映像でロジャーディーン本人およびスティーブ・ハウとクリス・スクワイアが説明している最初はロジャーディーン自身がアトランティックレコードのフィルカーソンに字の作品を入れ込みに行きフィルカーソンがそれを気に入って 担当しているレッド・ゼッペリンとイエスのどちらかのアルバムに起用することを考え、その時壊れ物を制作していたイエスに紹介した。クリス・スクワイヤのコメントによれば、その売り込みの時点で壊れ物に使用された絵はできており、厳密な意味でイエスとロジャー・ディーンが初めて行った共同作業は危機だった。また同インタビューにおけるロジャー・ディーンのコメントによれば、究極も マグニフィケーションも担当するつもりだったが、究極はメンバーと意見が合わず、マグニフィケーションはイエスのマネージメントサイドから別の人に頼むと告げられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。